さあ、えー、アシスタント、ウリタニアカネ、コロナ療養中につきですね、日替わりアシスタントでお送りしておりますシリーズですけども、<laughs> 今回のアシスタントは、えっとは企画大森さん。はい。なぜ、大森さんかというと、モナリザだからだと聞きましたが、モナリザは私だろうありがとうございます。はい。モナリザがどうしたよ。モナリザが2枚あるって聞いたんですけど。ああ、モナリザですか ?2 枚。 ありますよ。これね、この、あれですよ、2枚あるって言っても、コピーとか、岩作とか、そういう話じゃないんですよ。レオナルド・ダ・ヴィンチ本人が、モナリザを2枚描いてたっていう話。これ、美術史の世界では、ツー・モナリザ・セオリーって言われて、2枚のモナリザ理論って言われて、ツー・モナリザ・セオリーって言われて、昔からあんの。 ほいで、何十年かに一度ずつ盛り上がるんだよ。で、今またちょっと盛り上がってる時なんだよ。このトゥーモナリザセオリーっていうの。こう面白いのは、そういうさ、なんとかが2枚ある説とかさ、まあいろんなセオリーあるじゃん。そういうのって大概さ、科学調査が進んでくると、とんでも説として知り解けられるじゃん。そんな中、このトゥーモナリザセオリーに関しては むしろ科学調査が進むことで逆に信憑性が高まってきてるっていう面白い例でもあるんだよ。えーえー、で、その結果、今のところ、この複数の学者がレオナルドの新筆の可能性があると認めてるモナリザっていうのは2枚どころか3枚もあるんだよ。えーえー、これ入れて、これ以外にあと2枚あるんだよ。えー これしか知らなかったです。ねえ。だまずちょっと一応これからね、確認していきたいと思うんですけども、このチャンネルの最初でもやりましたけども、この、この来歴を言うと、これは、レオナルドが晩年1516年に、フランスの王様、フランスは一世に招かれて、フランスに行った時に持ってったわけですよ。自分がね、持ってった。で、1519年にダヴィンチが亡くなった後、 一緒にフランスに行った弟子のサライが相続して持ってたんですよ。で、1524年にそのサライが死んだ後に、その王様のフランスワ一世が購入して、で、もともとそのフランスワ一世がいたフォンテーヌ・ブロー級にあって、で、ルイ14世の時にベルサイユ宮殿に移して、で、フランス革命後の1797年からルーブルに展示されている。 だから、作者のレオナルドから、もう、直接 <laughs> 来てるっていうんで、不明な時期がないっていうんで、ものすごく来歴が確かな作品っていうことで、もう文句なしの親筆なわけですよね。で、このモデルが誰かっていう話、これはあの、モナリザの回でもやりましたけども、ルネサンスの画家、芸術家たちの伝記を書いた、 ま、自分も画家であるジョルジョ・バザーリっていう人の、俗にその芸術家列伝と呼ばれる本ね。これ1550年。だからレオナルドが死んで30何年後かに出た本なんだけど、そこの中に、このレオナルドがフランチェスコ・デル・ジョコンドの妻、モナリザの肖像を描いているが、4年以上苦心した結果、未完であると。で、その作品は、 現在、フランスの王様、フランスは一世が所蔵して、フォンテーヌブロー宮殿にあるよと書いてるわけですよ。で、それがこれだろうと。あの、当時はフォンテーヌブローにこれあったわけですから。ただ、わザわりはその後、この作品がいかに素晴らしいかをいろいろ書いてるんだけど、そこで眉毛がこうだとか、まつ毛がこうだとか言ってるわけですよ。でも眉毛とまつ毛ねえじゃん、みたいなことで、 わざり当てになんないんじゃないのみたいなこと言われてたんだけど、これもまた最近のその技術で2007年超高精細スキャンをやったら、まつげと眉毛の後出てきたんですよ。だからこれ長年語習やなんかしたことで消えちゃってたんだけど、もともと眉毛はまつげがあったから、やっぱりわざーり書いてたのが正しいんじゃないのみたいなことになってきたわけですよね。 その一方、2005年には、ドイツのハイデルベルク大学の図書館にあった、あのー、キケロっていう、まあ古代ローマの、まあ文人、政治家がいるんだけど、その人の著作集に書き込みがあったのその著作集っていうのが持ち主が、レオナルドと同時代のフィレンツェの人のアゴスティーノ・ベスプッチっていう人が持ってた本だったの。で、そのアゴスティーノ・ベスプッチがそこに書き込みをしてて、 レオナルドがジョコンド夫人リザを書いているが、今のところ未完であるっていうのを書いているわけ。全く同時代。レオナルドが生きてる間に、その、同時代のベスプッチが、レオナルドがジョコンド夫人を書いてるけど未完だよっていうのを書いてる。だからこれが、そのフィレンツェの商人だったフランチェスコ・デル・ジョコンドの妻、奥さん。まあ、モナリザ、モナっていうのはまあマドンナの略なかな。名前はリザなんだけど、 その、リザデル・ジョコンドの肖像であるということは間違いないだろうと。で、実際、赤外線調査をしてみると、この作品は大体1503年ぐらいから書き始められて、1510年ぐらいまで手が加わってると。もう時代もバッチリ合うと。1503年に、レオナルドがフィネンツェにいた頃に、その、ね、ジョコンド、フランチェスコ・デル・ジョコンドから、女房の肖像を書いてくれと、うん、いうことを頼まれて書いたけど、 うん、完成しないまま、フランスに持ってっちゃって、その間ずっと書き足したりなんかしてて、こうなったんだよっていうことで、まあ、話は落ち着いていたわけですよ。だけど、一方解決してない問題っていうのがありましてですね。それはこれなんですよ。 これは誰が描いたかというとラファエロ。これラファエロが1505年頃フィレンツェのレオナルドの工房で制作途中のモナリザを見て模写した絵と言われてるわけ。え。違います、ね、違うでしょ。いろいろ違うでしょ。うん、でまあどこが違う なんかもう顔がそもそも全然違いませんか。どう違う。右の方は目が大きい。あ、そこ。気がする。こっち。背景は。あ、背景も違いますね。窓がある。右側。柱があるよね。あ、柱がある。あうん、確か柱があ。あとこ、こっちの方が若くない。若い感じがしますね。うん でこのまあ若いか若くないかに関しては、うん、まあその後ほらレオナルドが理想の人物像にどんどん書き換えていっちゃったから、うん、あの変わったんだっていうことで、まあ、納得してたわけですよ。うん、で柱に関してはこれはあの調査でも上から塗った形跡がないと、うん、で切ったんだという話になってたんですよ。うん なぜだ、左右を切ったんだろうと。これあの、ラファエルの写しだから、この縦横比とかは正確じゃないわけで。切ったんだろうと。いうことになってたんですよ。ところが、1993年と2004年に2回にわたって、これポプラの板に書かれてるんだけど、それ徹底的にまた科学調査やったの。切った痕跡全くない。 だからこれは最初から柱書いてないぞと。で、これは何なんだということになってくるわけですよ。うんうん、もしかして柱のあるバージョンと柱のないバージョンがあったんじゃないのみたいな。この辺からトゥーモナリザセオリーが始まってくるわけですよ。で、そのことを裏付ける記録もあるぞと。うん、で、 これ1584年。まあ、これ、バザーリよりもっと後の時代になる。レオナルドは死んでだいぶ経ってるんだけども。レオナルドのもう一人の弟子のメルツィっていうのがいるんだよ。そのメルツィの友達だった画家のジャンパオロ・ロマッツァっていう人が、レオナルドの最も美しくて重要な肖像画は、モナリザとジョコンダであるって書いてあるんだよ。と<う>かよみ<ー>、みたいな。二枚あんのみたいな。 でもまあそれはもうレオナルド死んでだいぶ経った後だし、直接の知り合いでもないしが書いた人だから、当てにはな、単に混同しただけじゃないかという説もあるんだけれども、もうちょっと前、レオナルドが生きてる時代に、レオナルドに会ってる人がいる。1517年の10月にフランスでレオナルドを訪ねたアントニオ・デ・ベアティスっていう人がいるんだよ。で、その人が、 亡くなったジュリアノ・デ・メディチに頼まれて、フィレンツェのある貴婦人の肖像をレオナルドが書いていると。で、それは、えー、1516年にそのジュリアノ・デ・メディチが亡くなっちゃったもんだから、納品されずにフランスに持ってきていると。で、その作品は完成しているって書いてるんだよ。<ー>ってことは、そのフランチェスコ・ジョコンドの奥さんの 肖像とは別に、ジュリアノ・レメジチに頼まれた肖像っていうのがあったんじゃねえのと。で、そっちは完成してたって書いてあるぞと。だからこのルーブル本とは別に、何かしらの女性を描いた肖像画があったんじゃないかと。で、特にこの校舎のロマットの記述の方は、レオナルドのアトリエを直接訪ねて生きてるうちに、 尋ねた人が書いてる文章だから、これは結構信憑性あるんじゃないかと。やっぱりこれとは別にもう一個あったんじゃないかっていうね、ことはずっと言われてるんですよ。で、その証拠に、モナリラの結構早い時期、16世紀ぐらいのコピーって呼ばれてる、写し、これはたくさんあるんだけども、その中でも、 これはね、あの、ボルチモア、アメリカのボルチモアにある、ウォルターズコレクションっていうところにある、ウォルターズコレクションのモナリザってやつなんだけど、柱書いてあんだよ。ああ、本当ですね。本当だ。誰かが写したんだよ、モナリザをね、うんうん。写したんだけど、柱書いてあるんだよ。で、写した時に、原画にないこれをわざわざ書くかっていう話あるじゃない。 だから、柱のあるバージョンとないバージョンがあったんじゃないのっていう説があるわけ。で、もう一つが、バーノン・モナリザっていうやつがあるんだけど、バーノン・コレクションっていうところにあるもの。これちょっと非常に色の悪い画像なんだけど、これも柱あるでしょ。あります。で、このバーノン・モナリザっていうのは、もともとルーブルにあった作品なの。ルーブルにこの2枚があった時期があるわけですよ。 うことはやっぱり柱バージョンと柱ないバージョンがあったんじゃないのと。これが長らく言われてたツーモナリダセオリーなんですよ。柱ありと柱なしがあったのじゃないかと。で、この柱ありのは、これはバーノンこそがそのもう一枚のモナリダだ。あるいはこのウォルターズコレクションのこれこそがもう一枚のモナリダだみたいなこと。もう檻に触れ言われてきたわけですよ。 ところが、最近、その決定版とも言える柱付きが登場しちゃったんですよ。最近じゃないんだけど、これずいぶん前に実は登場してたんだけど、それが、これなんですよ。アイルワース。これが、あの、日本語ではアイルワースのモナリザって言われてんだけど、正しいはずは、アイズルワース、アイズルワースのモナリザ。 と呼ばれる作品なのでこれはどういうあれかというと、これ、これちょっと経歴が、来歴が不明な点が多いんだけど、少なくとも1780年代にサマセットの貴族のジェームズ・マーウードっていうのがイタリアから買ってきたと。そこからは分かっているその前が分かんないんだけど、イタリアから持ってきたと。で、ずっとそのサマセットのマーウード家にあったんだけど、 1913年に、あの、イギリスのコレクターのヒュー・ブレイカーっていう人が発見して、買い取って、で、そのブレイカーが西オンドンのアイズルワースっていうところにアトリエがあって、そこにずっと飾ってたから、アイズルワースのモナリザと呼ばれるようになったんだよね。で、この収集家のブレイカーの、まあ、義理のお父さんのジョン・アイアーっていう人がいるんだけど、その人が、いや、これこそもう一枚のモナリザじゃないかっていうことで、 二つのモナリザっていう本を出したんですよ。うこの辺からそのトー・モナリザ・セオリーっていうことが言われるようになったんだけど、うん、で、これがあのー、もう一枚のモナリザですよって言ったんだけど、まあ、大方の専門家からは無視されてたんですよ。うん、でも、やっぱりこれが気になる人は結構多くて、えー、1962年には画商のヘンリー・ピューリッツァーっていう人がいたんだけど、 その人がもうこれに惚れ込んじゃって、家屋敷売り払って、これを買ったんですよ。それで多くの学者にこれを調査させて、1966年に Where is the m o n a l i a っていう本を出したんですよ。うん、で、これこそが、こっちがリザデル・ジョコンドの肖像だと。で、こっちはむしろそのコピーだというぐらいのことを、 ピューリッツァーは言い出したんですよ。うん、言い出した。だけどやっぱりみんなにいろいろ反論されて、うんあの、またその話消えたんだけど、このピューリッツァーが亡くなった後、その彼のパートナーが相続してたんだけど、その人が亡くなった後、2008年にスイスの投資グループが買ったんだよ、これ。えー、<laughs> それで、何しろ金があるんだよ。で、巨額を投資して、学者と科学調査を総動員して、うん これを徹底的に調べ始めたの。で、2010年にはチューリヒにモナリザ財団っていうのまで設立しちゃって、<ー>で、もう徹底的に調査した。で、2012年の9月27日に35年にわたる当財団のその他の学者の調査の結果ね、これはレオナルドの新筆と断定するって 2012年の9月27日に発表したんですよ。で、いろんなその調査結果のデータがそこにあるんですよ。いっぱいあるんだけど、例えば、ジョン・アスムスっていう物理学者がデジタル画像解析をしてるのね。そうすると、この使ってる色彩の幅とか、あと顔のタッチとか、顔にある筆の跡とか、そういうのもこのルーブル本と完全に一致してると。 もう科学調査的に使ってるこう色彩の,あの範囲とかタッチとかはこれ同じ人が書いたとしか思えないということでさらに2013年にはカリフォルニア大学のサンタバーバラ校のジャンピエール・イス・ブーツっていう美術士がいるんだけどその人がザ・モナリザ・マイスモナリザの神話っていう本出してこれがもう一枚だっていうことを盛んに言うんだよねそれでもうそれは 2014年には動画もできたりして、で、あと、多分 YouTube で見れると思うんです、その動画。テレビドキュメンタリーとかも作られちゃったりして、うん、これこそもう一枚のものありだったす,、うん、すごい盛り上がったんだよ。で、こっちがリザデル・ジョコンドの、あのー、肖像だと。うん、で、こっちは、まあ、これのコピーって、あのー、前言われてたけど、もしかするとこっちがジュリアノ・デ・メジチに依頼された貴婦人の肖像っていう別の作品じゃないかっていう。 そういうことになってるわけだよね。で、なんでこっちが、じゃあ、あの、リザ・デルジュー・コンドの肖像かっていうと、だってそれを書いてるときに、あの、ラファエロが模写したあのと同じ柱があるじゃないですかと。ああ、確かに。これと同じ柱があるじゃないですかと。あともう一個が、こう若さなんだよ。うん、確かに若こっちのが若いでしょ。うん、で、これも若いでしょ。ポイントはこの若さの話で、うん この肖像を依頼された1503年時点で、この人24歳なんだよ。ああ、若い。で、次男を産んだばっかりで、で、あとこのジョコンド家の家も新築できて、その祝いに多分頼まれたんだろうって言われてるんだよ。でこれは24じゃねえだろうと。<laughs> もうちょっと言ってそう。そしたら、これが、だからその、商人のね、ジョコンドに、 あの、頼まれた肖像。で、これ実際背景、未完なんだよん。で、これのことじゃないと。フランチェスコ・デル・ジョ・ボンドに頼まれて書き始めたけど、未完のまま放置してるって言われた。これがその肖像だよとうん、うん。で、こっちの方が、その1517年でオナルド訪ねた人が言ってる、ジュリアノ・デメリチに頼まれたけど、16年にジュリアノが亡くなっちゃって、 えー、レオナルドの手元に残ったフィレンツェの貴婦人の肖像ってやつじゃねえかと。まあそういうことを主張するわけですよ、モナリザ財団は。うん、ところがまあそれに対する反応も当然あって、もうん、レオナルドというと出てくる大権威のマーティン・ケンプ先生っていうのがいるんだけど、オクスフォード大学の教授だった人がいる。マーティン・ケンプ先生は、 バカなこと言ってんじゃないよと言ってるんですよ。これ、キャンバスに書かれてるんですよ。で、レオナルドってキャンバスに書いたことないんだよ。ええ、なるほど。これもポプラの板。レオナルドの作品ってみんな板に書いてるんだよ。いうのね。いや、でも、ベロッキオ工房の頃はね、ベロッキオの工房にいた頃はキャンバスに書いたこともあるとか、 いろんな反論もあるんだけど、いや、でももうこれ1503年じゃん、うん。もうベロキオ工房自体じゃないでしょと。もうこの頃以降、レオナルドは板にしか書いてないですよと、うん。こういうキャンバスはないんじゃないですかと、うん。なんでこれだけキャンバス使うんだと、うん。反論もあるわけなんだけど、まあ、これをレオナルド新筆と認めてる学者も今のところはいるってことだ、うん。うん、これが もう一枚のモナリザ第一候補なんだよね。で、じゃあ板に書かれてないと言うけど、あのすみません、板に書かれたモナリザでちょっと気になるのがあるんですけどっていうので、はい、これが近年ですよ。近年出てきちゃったのがですね、近年出てきちゃったのが、 これなんですよ。<ー>これが俗にプラドのモナリザと呼ばれるぐらいでプラド美術館にあるモナリザなんですよ。比べてどうですか。どういう違いが気になります。もう結構背景とかももうほぼ一緒。ちょっと柱残ってんで、ね。ああ本当ですね。<ー>確かに。 これもでもそうなのかっていうよそう,で、ね、そうかもしれない、うん、色がとかっていうのは別にれこれちょっと関係あるんだよ。<ー>これ今まで話題に上ってきてなかったんですよ。うん、ダークホースだったんですよ。なぜかというと、これはね、わりかし来歴がはっきりしてるやつで、これ少なくとも1666年にスペインの国王のフェリペ4世が亡くなった時に、すでに財産目録に入ってるのよ。 でスペインにはレオナルドの主公のあのいろんな発明とか書いた主公あるでしょあのマドリッド主公っていう有名なのがごっそりあるんだよでそのマドリッド主公っていうのはフランスのフォンテンヌ・ブローの宮殿にいた後にスペインの王室に来たイタリアの彫刻家のポンペオ・レオーニっていう人がいるんだけどその人が持ってきたんだよスペインにフランスからでその時に一緒に持ってきたんじゃないかと言われてるんだよ、うん ンペオレオニがだけど今まであんまり話題になってなかった理由は年頃に背景が塗りつぶられてててこうなってたんだよ、えーまあ、ある意味この方がこれに似てるっていう話もあるんだけど、えーえー、で非常に似てるとで来歴もはっきりしてるとでレオニがフランスのレオナルドの工房から持ってきた可能性が非常に高いと。 いうことで、これは長いこと、レオナルドの弟子の作品、メルチカサライの作品だろうっていうことになってたわけ。ねところがですよ、これ2010年にルーブルからこれ貸してくださいっていう話が来たんですよ。モナリザ展を、あの、やりますから。でじゃあ貸し出すにあたって、ちょっと一回調査しとかんとあかんねって話になって。 で、調査したらこれバック、あ、塗っちゃってますねってことだって。<ー>どうするって、取りますかって。取<う>ったら、取ったら、あれ書いてるじゃんみたいな。ずいぶん鮮やかに、うん。で、どうもこの辺の書き方とかなんか見ると、これ、もしかしねえかが出たわけですよ。<ー>これ、レオナルドの手入ってませんかが、 弟子だけじゃないですよっていうのが出てきちゃったわけですよ。そこで、ほら、日本と違って、早速大科学調査が始まったわけですよ。<laughs> X 線とか赤外線リフレクトグラフとかの。やったら、驚愕の事実が判明したんだよ。これは結構割とさい最近だからね、ここ10年の話だから、よく、あの、結構向こうでテレビ番組になって、今もそれこそ YouTube とかにも上がってるよ。これ、 これとこれ、この女性部分の、これ下書きの線があるわけですよ。それが100%同じ。完全に重なるの。これトレースじゃねえかっていうぐらい重なるんですよ。で、しかも、この後から足したりとかしてる部分あるんですよ。それまで同じだ。過失修正課長までが同じ。だっていうことが分かって。 おやおやってことになったわけですよ。で、まあ、結果、その、ルーブルとプラドとしては、これは、まあ、2012年に発表したあれだとね、レオナルド本人か、もしくは、彼の監督かで、弟子が、基本的にこのルーブル本と同時期に並行して作った可能性が極めて高いと。だから、レオナルド作とは言わないまでも、 レオナルドが例えばこれを描いてるときに、弟子たちがこれを並行して描いてるぐらいの、そのぐらいのもんだということになったわけですよね。で、色とかのことをさっき言っただろう。で、これ、こっちさっきも言ったようにポプラの板に描かれてるのね。で、こっちクルミの板に描かれてんだよ。で、クルミの板の方がいい板なんだよ。なるほど。で、あとこれ塗られちゃってたってこともあって、 保存状態こっちの方が全然いいんだよ。ああ<ー>。だから、こっちではわかんなくなっちゃってることがこっちでわかるんだよ。色だとかこういう髪の毛の巻き方だとか、うん、あと何よりも眉毛とまつ毛残ってるし。確かにそうですね。こうだったんじゃないのってこう、これも。こういうなんかこのルーブル本でわかんないことが、このプラド本で逆にすごくわかることになったんですよ。 やっぱり眉毛ないっていうのはでかかったんじゃないかっていうのが改めてわかるんだよ、これ。あと、やっぱり全般にものすごい、ものすごい微妙なスーフマートだというふうに俺たちが思ってたのは若干それ汗でそう見えてる可能性があるぞっていうのも。ここのプラドのモナイナが再注目されたことによっていろいろこっち自体の見方を見直す。 景気にもなってるんだよねこれどの程度元残ってるかみたいな。じゃあ何のためにこんな弟子にコピーさせたにせよね本人が姉下にせよ何のためにこんなコピー作ったんだよっていう疑問があるでしょ。でこれに関してはねこれね2014年にドイツのバンベルグ大学っていうところ の知覚心理学 <laughs> あのいろんな錯覚とかさそういうの研究してるそ知覚心理学の教授のクラウス・クリスティアン・カルボンっていう人とベラ・ヘスリンガーっていう2人の教授が出したあの推論があるんだけどこれすごく面白くてこれさっきも言ってこれ今ちょっとさ縮尺が違っちゃってるからさそうは見えないんだけどさっきも言ったようにこの女性像完全に重なるって言ったじゃん。うん こっちの方がなんか重なりっぽいが、ね、わかるかな、うん、重なるって言ったいな。だけど厳密にこれを調べてみると、この見てる視点が約5センチずれるんだって。えー、左右に。左右に5センチずれるんだって。えー、ずれてんだって。えー、この女の人を、画家が女の人を見てる位置が左右に5センチずれてると。えー、で、これは <laughs>、あのほら、 ステレオグラムってあるだろうあの、ちょっとずれた絵をさ、2枚並べてさ、寄り目でこうやって見てるとさ、立体視になるやつ、やったことないあ,<ー>あるだろう朝先はやったことある。あの、ちょっとずれたのをこうやって寄り目で見てると、なんか、立体的に重なってみる。<ー>レオナルド、それ狙ったんじゃないか、説を出す。<laughs> で、確かに、レオナルドの趣向の中には、あの、両眼、両眼視の研究を、 すごいやっっててるんだよレオナルドってだからもしかしたら同じのをちょっとずらして書いたので,でもうそうでもなければここまで同じに書く必要ないだろうっていうぐらい同じなんだってこれ 2>, じゃあ2枚でもしかしたらもしかしたらこう、ね、ステレオグラムだったかもしれないぞっていう、うん、だからこのさっきのアイルワー,ースのモナリザの方はこれはだからいわゆるもう1枚のモナリザって話なんだけどこれはもうこれ、うん で、一つのステレオグラム絵画として作ってたんじゃないかみたいな。そんなことを言う先生まで出てきたっていう。まあ、それなら正面の資料もないんだけどさ、あのー、面白い推論なんですよ。何しろこのマドリドのこのプラドボンはさ、研究が割と始まったばっかりだから、今後またなんか新しい発見が出てくるかもしれないっていうことなんですよ。つうわけで、 最初に言ったように、今現在、レオナルドの新筆、少なくともレオナルドの筆が入っていると、複数の学者が提唱しているモナリザってな、のは、今のところこの3枚あるんだよ。このアイズ・ワースのモナリザは、もともとこの実際の肖像と理想像っていうのと2枚あったんだよって。で、このプラド版は、これの完コピですよと。ただ、 5センチ、5センチあれが変わってるから、あのー、ステレオグラムなんじゃないか。だからこれがそういうことは、じゃあこれやっぱり柱の跡だったんじゃないですかとか、これ消してませんかとか、そういうことまで分かってきたってことでね。ここで消えちゃってるものとかが、こっちには残ってるもんだから、いろんなことが、あのー、分かるようになってきた。今後の研究が楽しみですねっていう、そういう話なんですよ。 だから2枚のモナリザどころか3枚でしたっていう、そういうお話です。こういうところもまた、モナリザの面白いとこなんですよ。うこういうのがあるから、レオナルド研究やめられないよっていうことになっちゃうんですよ。サルバトール・ムンディより全然信頼。じゃあサルバトール・ムンディより全然信頼性が高いよ、こっちの方が。うん